歌舞伎症候群は、常染色体有性遺伝の遺伝疾患で、1981年に、新川のりおと黒木義和によって、特徴的な顔形を呈する疾患として、初めて報告された。そのため、新川、黒木症候群とも呼ばれる。歌舞伎症候群で見られる切れ長の目が、歌舞伎役者の化粧を思わせることからこの名がある。 頻度は約3万2000人に1人という稀な疾患である。歌舞伎症候群は1981年に新川のりおらのグループと黒木吉和らのグループによってそれぞれ独立に報告されたのが始まりである。その特徴としてはまず、下眼犬外側1、3の外反による切れ長の眼圏列が特徴的である。耳や鼻の機形も高頻度で見られ、 微中隔の短縮や先端の感応による潰れた鼻や大きく突出した耳、球状の眉や並びの悪い歯が典型的であり、内耳器系を合併することがある。指紋では指先の尺足定常紋の増加が見られることが多い。骨格に関しては、脊柱の異常が見られ、小指の中不死亡値短縮による短く太い指が見られることが多い。内臓器系としては、 心血関係の奇形が約半数に認められ、人尿路系の異常が約3割に認められる。このほか、液感染性を示し、中耳炎などを起こしやすいことが知られる。3万2千人に1人という稀な遺伝疾患で、その多くは古発霊とされる。歌舞伎症候群は、切れ長の目が特徴的であり、歌舞伎役者の化粧を思わせることからこの名がついた。 歌舞伎症候群の責任遺伝子はよくわかっていなかったが、2010年にサラビーナンやシンカーはノリオラによって12番、染色体上にあるヒストンメチルキテンイコソの一種である MLL2 の機能不全が原因である可能性が高いということが明らかにされた。ありがとうございます。